だから、中国は、尖閣諸島に手を出せない。そんな言葉を目にするでしょう。現在の尖閣諸島に何が起きているのを、今回はいつもよりさらに深掘りして見ていきますね。石原都知事時代に尖閣諸島を購入していれば、こんなことにはなっていない。当時の民主党が間違った政策だね。中国からの指示を、そのまま真に受けた結果こなってしまった。当時、尖閣での拿捕の瞬間の映像を世間に公開した海保職員は勇敢だった。その勇敢さも忘れてはいけませんね。次の沖縄県知事にも変化が起きる。2024年7月2日から4日にかけての最大でおよそ42時間ほどにわたって、沖縄県の尖閣諸島周辺の日本の領海内に、中国海警局の船舶3隻が侵入。今年に入って、通算で24度目の領海侵犯が行われたと海上保安庁から発表された。今回のケースでは、尖閣諸島の周辺海域の日本の領海内において、出漁した日本の民間漁船2隻を追って、中国海警備局の船舶3隻が、その漁を妨害する目的で領海侵犯を行ったとめされており、まさに、こうした行いを常態化させている。最近の中国海警備局の、こうした尖閣諸島周辺海域での行動は、4隻が1セットとして活動している状態が多かったため、今回3隻で領海侵犯を行ったということに、いかなる理由があるのかについても気になる点ではある。こうした尖閣諸島の周辺海域の日本の領海に対し、中国海警備局の船舶が侵入を行ったのは、直近では、先月の2024年6月24日以来とされており、今年は、すでに、通算で24度目となっており、月平均で、4回は、同様の事態が発生している計算だ。これら沖縄県の尖閣諸島の周辺海域を管轄エリアとしている海上保安庁の部署は、沖縄県の沖縄本島に本部を構える第11管区海上保安本部になるが、同本部では、引き続き、こうした事態の警戒と監視を続けることを表明している。ここ近年は、海上保安庁の活動といえば、日本国内の大手マスメディアでも、このような尖閣諸島周海域における中国側の船舶との対峙のニュースが取り上げられることが多く、日本の領土防衛の最前線に置かれている感も強いだろう。そんな海上保安庁であるが、その生い立ちを歴史の上から紐解くと、その創設は、太平洋戦争の敗戦から3年後の1948年まで遡り、アメリカでは、軍隊の一種であるアメリカ合衆国湾沿岸警備隊 US コーストガードを参考にして設置された。今でこそ、海上保安庁は、英語での名称は、ジャパンコーストガード日本国沿岸警備隊が定着しているが、これも以前からというわけではなく、当時の2000年まで、同組織を管轄していた運輸省が変更を表明して以後からである。それまでの海上保安庁の英語名称は、ジャパンマリタイムセーフティーボードもしくはジャパンマリタイムセーフティーエージェンシーが当てられており、これが、ジャパンコーストガード日本国沿岸警備隊に改められた。その英語名称の改定の理由は、広く、日本国民に、海上保安庁の行う業務をわかりやすく理解してもらうことを目指し、同組織のロゴやそのマークを含め変更したとためと説明されており、まあ、世界的標準に合わせたと言うべきものなのだろう。さらに、2001年には、海上保安庁を管轄する主体が、運輸省から国土交通省へと変更されたことも手伝って、以後の同組織の船舶等には、すべて、ジャパンコーストガード日本国沿岸警備隊の表記が施されることと相なった。日本における海上保安庁のあり方については、法治国家の原則に鑑みて、海上保安庁法によって規定されており、その最初の第1条において、活動領域は自国の領海、接続水域、排他的経済水域及び、日本とアメリカの SAR 協定に基づいた捜索救助区域と考えることができる。しかし、実際の海上保安庁法第1条では、現在は、海上保安庁の活動範囲は、海上という非常にアバウトな文言が記述されているのみであり、日本を取り巻く沿岸部のみに限定されず、必要に応じて世界中で活動することが想定されている。ただし、
海上保安庁が1948年に設立された際には、県の第一条では、その活動の範囲を、港、湾、海峡その他の日本国の沿岸水域という記述とされていたものであり、以後の情勢の変化から、今の表記に改定されたという経緯があった。それは、一例を挙げれば、大型巡視船として1992年に就役した際には、世界で最大の規模を誇った四季島に課せられた任務とも関連しており、当時の日本の原子力発電の施策を円滑に進める人でもあった。当時の日本は、自国内の原子力発電所において発生した使用済みの核燃料を、イギリス及びフランスが運営する再処理工場に送り、そこで、プルトニウムと放射性廃棄物に分離してもらい、保管する体制を敷いていた。この状況から、日本では、原子力発電所の稼働を継続することイコール、プルトニウムと放射性廃棄物が増加するという状態であり、このうち毎社のプルトニウムを、再度燃料として使用するプルサーマル発方式の発電を行うこととした。そのために、日本へとプルトニウムを輸送する必要が生じ、それには、核兵器の材料ともなるとくる、そのプルトニウムを外敵から守る手段を講じることが必須となり、まず、イギリスからのプルトニウムの輸送には、同国の貨物船に武装要員を同乗させた。続くフランスからのプルトニウムの輸送には、日本のハレシン丸が従事したが、ここでは、64式小銃を装備した海上保安官が同乗した上で、さらに、フランスやアメリカの海軍艦艇が護衛任務につけられた。こうした流れから、以後は、日本が、独自に、プルトニウムの輸送を護衛する船舶を用意することが検討され、海上保安庁がその任に当たることとなり、ヨーロッパから、日本までのおよそ2万海里を、保安上の理由から、無寄港で航行可能な船舶が求められた。そこで、その目的の履行のために専用に建造されたのが大型巡視船の四季島であり、総トン数が7175トン、全長が 150.0 メートル、全幅が 16.5 メートル、深さが 9.0 メートルという、就役時には世界最大の巡視船となった。巡視船四季島は、機関部にはディーゼルエンジン4機を搭載し、最大速力は25ノット、航続距離が18ノットの巡航で必要な2万海里を確保し、乗組員は110名と航空要員を別に30名を収容、回転翼機2機を運用できた。ここに、兵装としては、90口径 35mm の連装機銃を2機と、20mm バルカン砲を2機搭載し、これは、当然、海上保安庁の巡視船としては、2024年の現在でも、最も重武装な巡視船であると言ってよい充実したものである。こうして建造された巡視船、四季島は、就役年の1992年11月に、計画通りに、フランスからプルトニウムを輸送した暁丸の護衛任務に従事したが、以後は、プルトニウムの輸送が中止されたことにより、通常の巡視船として運用された。この初代の巡視船四季島も、ちょうど今年2024年4月には、老朽化の進行が激しく退役をしており、当初は改修工事を施して就役年数を延ばすことも検討されたが、32年に及ぶ就役期間を終えた。こうした海上保安庁の巡視船が対峙しているのが中国海警局だが、同組織は2018年に組織の再編を経て、準軍事組織である武装警察に連なるものとなっており、事実上の中国の第二の海軍というべき位置づけに変化している。日本政府が尖閣諸島の国有化を実行に移した2012年頃の時点では、保有する船舶の総数は、日本の海上保安庁側がおよそ50隻、中国海警備局側がおよそ40隻と日本側がリードしていたが、今やその数は完全に逆転されてしまった。この2024年時点では、海上保安庁の保有する船舶の総数はおよそ70隻ほどだが、中国海警備局の船舶の総数は、実に160隻に迫らんとするまで増強されており、この12年間で4倍もの数に及んでいるとめされている。ただし、日本にとって幸いなことは、中国は、
尖閣諸島を含む東シナ海だけでなく、南シナ海においても、複数の周辺国と軋轢を強めているため、中国海警局の船舶のすべてが日本に向けられたものにはなっていない点だろう。しかし、いずれにせよ、中国側が中国海警局の船舶の数を含め、体制を強化することに対処するため、日本側も海上保安庁の船舶数の増加を進めざるを得ず、人員をはじめ、多くのリソースの拡充に予算の増加を強いられていることには変わりはない。